実は去る3月7日に復興推進会議原子力災害タスク推進本部会合、これは総理が議長の会合がございまして、避難指示の解除に向けて科学的技術的見地から規制委員会としても協力してくださいというお話がございました。で、この問題は実際に今後福島の避難されている方を含めて安心して暮らしていくということも大事なことであるということで、関係行政機関の皆さんに含めて今まで検討を重ねていただきました。で、ある程度まとまりつつあるというふうに思いますけれども、今後このやっぱり福島の地元のご意見とか専門家のご意見を聞いて、安心安全につながるような、安全安心につながるような方策をまとめていきたい、提言していきたいと思いますので、そういう意味でこのチームを発足させるということでございます。実際に原子力規制委員会の立場として、あるいは原子力規制委員会のミッションとして、お引き受けできるような課題が非常に最初の頃は大雑把であったということもありまして、かなり課題を絞っていただくことで、原子力規制委員会として、お答えする対応することができるのではないかという気が熟した感じで、この検討チームを立ち上げるということに賛同させていただきました。で、これはそういう流れではありますけれども、あくまでもこれはお答えはですね、もちろん原災本部の方ではあるんですけれども、今この原発事故を受けて避難をされている方々が今後その避難のところから戻られる、あるいはその場所に定住されるかどうか、そういったこと、今後のことを決めていただくための科学的技術的な意見情報を皆さんで共有していくということが第一の目的です。あくまでもこれは避難をされている方々の視点に立った形で検討を進めさせていただきたいと思っています。これは規制機関の本来の役割からはかなり踏み出したものであるという認識が必要であろうと思います。それから検討チームの名称にですね、安全かつ安心対策とあるんですけれども、安心対策というのは推進のための広報活動を指す向きもあってですね、今回は帰還に向けたと目的が明確になっていますし、関係省庁の協力を得る活動でもありますので、これはこれで理解はできるんですけれども、私たち規制機関がですね、安心や安心対策という言葉を用いる場合にはですね、十分な注意を払う必要があると考えています。以上です。一番大事なことは、今避難をしている方たちがいわゆる放射線の被曝の影響について、健康影響について大変心配されているわけですから、そういったことを少しでも乗り越えられるような提案をするということが一番大事で、そのことで少しでも元の生活に戻れるように、その方策を国として立てていくということだと思いますので、その意味で確かに規制委員会、規制庁のノリを超えているかもしれませんけれども、そういう意味で関係省庁の協力がいるということなんですね。ただこれは一つの時代の要請ですから、私どもとしては最大限取り組んで、良い提案をしていただくようお願いしたいと思います。それでは定刻になりましたので、ただいまから原子力規制委員会の定例会見を始めたいと思います。帰還に向けた安全安心対策検討チームのことをお伺いしたいんですが、これどこに対して、例えば報告書を出すのか意見書を出すのか勧告書を勧告するのかとか、そういった点とですね、あと占領水準に応じたというのがずっと毎回3月以降出てきてるんですが、その低占領領域で占領水準に応じたというのはどういう意味なのかさっぱりわからないのと、あつさん、ペーパーの中に個人占領に関するデータも蓄積されてきたってあるんですが、これは何のデータを指しておられるのか、どこを集めてるんですね、それをちょっと教えてください。
まずあの全体の構造としてご説明したいのは、もともとの3月7日の依頼というのが、根本復興大臣の方からですね、線量数字に応じて、講じるきめ細かな防護措置の具体化ということについて、関係省庁、各省庁、原子力災害対策本部に出されたという形です。で、じゃあ、原子力災害対策本部でどこが中心になって検討してきたかということなんですが、関係省庁は非常に多いんですけれども、中心になっておりますのが、復興庁、それから、生活支援チーム、これは経済産業省のもとにありますが、それから環境省、それからモニタリングという意味で規制庁と、こういうのがまあ中心になってございます。他にはもちろん健康の関係では厚生労働省とか文科省がありますけれども、中心になって検討しているのはまあそういう省庁でございます。で、この関係省庁というのは、まあ、これからこの検討チームが呼んでですね、これまでの取り組みをヒアリングしてということになりますけれども、まあ3月の7日にそういう決定がなされた以降ですね、各省庁健康を検討してきましたので、そういったものを踏まえて、規制委員会で、科学的有権を検討してくれと、こういう話になりますので、まずそちらから今までの取り組みをですねお聞きするという形になります。したがって今おっしゃったように、例えばモニタリングデータであるとか個人制御に関するデータというのは、環境省やあるいは規制庁 のモニタリングチームとかですね、いったところから出てくるというふうな形になろうかと思います。で、基本的にその線量水準のところは、今現在 その、政府におけるですね、線量水準について、例えば解除、そもそもの解除の要件がどうなっているかとか、そういったことをですね、まずはお聞きすると。大きな枠として言えば、その年内に原子力災害対策本部としてですね、これを考えまとめると。で、それに向けてこの規制委員会としての考え方をまとめていくことになりますの で、じゃあその現在本部でまとめる、施策ですね、施策に間に合うように規制委員会としても考え方を示していく必要があると思いますので、逆算していつぐらいまでというのは、これから検討チームの方でですね、考えていただくことになろうとは思います。つまりどういう形で出すかも含めて検討するという、そういうことですね。はい、今日の定例でも福田委員からもちょっと指摘があったと思うんですが、その安全安心という言葉に関して、これはなぜ入っているのでしょうか。なんか他の言葉でですね、例えばその、被爆を避けるなんかこの基準とかですね、いうのもあったと思うんですけれども、なぜここにあえて安全安心という言葉が入っているのか、もし理由が分かればと思うんですが、どのように考えたらいいでしょうか。言葉遣い、これどうするかっていうのは少しいろいろ悩んだところがありまして、要するに 不安なんですよね。今住民の方も感じてるのは、低線量被爆の健康影響に対する不安があるんで、不安を解消するっていうことのために、どういう手立てをすべきかっていうことが議論の中心になると思いますし、安全っていう意味は、例えば食べ物について日々その若干なりとも汚染区域ですから、そういうところで、日々の 食生活に不安を、そういうその放射能 の摂取を下げる、できるだけ避けるためにどうするかとかっていう、そういう意味の安全なんです。だから別にその福田君が言う狭い意味の安全安心っていう意味ではないんです。ただですね、一方でその規制がこれを言うことで、要するにこれ以下は安全であるというのが規制事実というかですね、先ほどその数字として一人歩きのような恐れもないのかなと。そんな数値は出さないです、多分。規制基準をいじるとか、そんなことは何か言う、そんな基準をどうこうということは言ってません。数字ではない形で、数字ではないです、もっと総合的に、だから各省いろんなところが協力してやっていくということで、先ほど森本さんからもご説明があったんで、楽しみに見ててください。